特別なボトルのラキア、セルビアの全国飲料各種のラキアのボトルラキア、ラキア、あるいはラキューは、発酵させた果実から作られる、蒸留酒であり、バルカン半島諸国で、一般的に生産、飲用されている。通常、ラキアのアルコール度数は40%程度であるが、自家製のものではより度数の高いものもあり、典型的には50%ないし60%。 程度である。名称は、トルコの上流主楽に由来するが、楽とは異なる飲料に発展したものである。ブルガリアのラキア上流装置ラキアは、南スラブ人たちの国民的飲料であると、見られている。幅広く見られるものとしては、スモモから作られるシュリボビツァや、ブドウから作られるグロゼドバなどがある。それ以外では、桃やアンズ、リンゴ、 梨、サクランボイチジクマルメロなどを用いたものもある。セルビアやブルガリアなどでは、複数の果物を混ぜ合わせたラキアもある。イストリア半島では、ラキアは主にブドウのみから作られ、当地では、トラパやグラッパなどと呼ばれる。グラッパという呼び方は、イタリアでも見られる。スモモやブドウのラキアは、上流後に味付けとして、 他の材料が加えられることもあり、ハーブや蜂蜜、炭ミ,ミ桜、クルミなどが用いられる。原料となる果物の種類によって様々なラキアがある。通常、ハーブやその他の添加物が加えられていないラキアは無色である。ラキアは種類によっては、オークやクワで作られた樽の中で保管され、芳香と黄金色を帯びる。ラキアは 0.3デシリットルないし0.5デシリットルほどの容量を持った専用の器に入れて飲む。ボトルをよく振った時に現れる泡の大きさによってアルコールの強さを知ることができるというのはよく知られた伝承である。また、この方法は酒の良し悪しを知る方法としても誤って信じられている。ブルガリア及びマケドニア共和国ではラキアは一般に ショップスカサラダ、サラタスネジャンカ、トゥルシアなどの前菜と共に供される。ムスカトバラキアはマスカットから作られる一方、ジボロバラキアはイタリアのグラッパと同様にして作られる。クロアチアでは、トラバリツァは通常、食事の前に乾燥一軸と共に供される。クロアチアのアドリア海岸地方では、 多様なハーブで味付けされたグラッパが知られ、中には特定の島でしか見られないものもある。フバル島はもつ薬を添加したグラッパで知られている。コルチュラ島などの南部の島々やドゥブロブニクでは、アニスを添加したラキアが有名である。また、ダルマチア中部で、最もよく見られるものはナッツを入れたラキアである。それらのラキアの多くは、自家製であり、 硬いクッキーや乾燥イチジクと共に供される。夏季になると、家々のバルコニーで巨大な亀にナッツを入れたグラッパが、並ぶ光景が見られる。アドリア海沿岸北部、主にイストリア半島では、ラキアには、蜂蜜やヤドリギが用いられる。ヤドリギを用いて作られたビスカは、イストリアの典型的なラキアであり、黄色みを帯びて甘い。それ以外のラキアの味わい方としては、 火を通したラキアというものがあり、クロアチア語でクハナラキア、セルビア語でクバナあるいはグレアナラキアと呼ぶ。セルビアではシュマディア茶とも呼ばれる。これはラキアを加熱して蜂蜜や砂糖、香辛料を加えたものである。屋外で催される祭りでは、特に陶器に大きな夜間で温めたものが来訪者たちに振る舞われる。 これは、ドイツのグリューワインなどによく似ている。自家製のラキアを上流しているところ、ブルガリア中部のドゥルレフツにて、この地方の聖教会やカトリック教会では、生産にワインを用いるのが基本であるが、地方によってはラキアが、宗教や関連する儀式に用いられる例が知られている。聖教会の埋葬式の最後に、墓地の出口にて、参加者らは、 ポガチャというソーダブレッドと一杯のラキアを受け取る。これを飲む時には、死者の魂のために一滴を地面に落とし、これを、死者のために受けられますよと唱えてから、残りを飲む。結婚式の時、新郎の父親は各テーブルを回り、すべての参加者に一杯のラキアを継ぎ、成婚の喜びを共有するための乾杯を行う。通常、バルカン半島では、ラキアは、 家に来た来訪者を歓迎する証として出される。ありがとうございます。